の感覚は空いていたのにもかかわらずいい試合してますからね。ああそれだけにやはり狙われてしまいます。スターズの候補とそしてクイーンズクエストの天崎がルアカを狙いますが、さあどうだ、これまたうまく持ってきましたね。ドロップキックだがこれは読まれてしまった。重さのあるルアカのショルダータックル、さらに飯田さえを場外に落としていきます。さあリング上天崎を孤立させました。ダブルのハンマースローセットしてショルダータックル、この当たりは強いですね。まだ来るまだ来る、セット、うわもう一発、ものすごい体重のピンポイントのかけ方ですね。これコンゴがカットに入ってなきゃ終わってましたね。終わってましたね、秒殺で終わってましたね今のは。でもやはり大江さん、はい、やっぱりゴッテスオブタッグリーグに出ているだけあってチームワークはぴったりですね。そうですね、本当にそうですね。またルアカも大きくなりましたし、はい、そうですね、もう2人とも体が大きいですから、このあんこ型っていうのはこれレスラーの基本ですよね。やっぱり足腰がどっしりしてますからね。そうですね、そう簡単に崩すことはできませんが、さあ上背のあるレディーシーが出てまいりました。おクイーンズクエストとスターズ互いにチョップを得意にしているだけですが、だけにだがすぐに逆転されてしまいます。アマスロー、これをバックに回って同士打ちを終えたい。そこにダブルのランニングネックブリーカードロップレディーシー、手が長いですからねレディーシーは。おーおー、そうですそうです、これはスリーウェイバトルですからね。そうでしたそうでした、ひとときだけの共闘でした。すぐにマッチョゴリさんが襲いかかる、怒涛の攻め、カバーに入った、カウントは2です。もうマッチョゴリさんももう肉の塊みたいになってきましたね。もうまさにミスバルクですよ本当にそうですね、はい、さあここに、でもそうですね、スリーウェイタッグバトルクイーンズクエストの天崎が入ってきますが、捕まってしまいました。さあこのリング上はスターズが仕切るか、ドロップキック盛り返してまいりました。さあ何かを狙っているぞ、コウゴモモ2人まとめての619、まだ終わりません。今度はレディーシーに狙いを定めてサンドイッチのドロップキックとバックエルボー、これスターズ盛り返してまいりましたね。そうですね、カウントは2、まだ終わるわけにはいきません、レディーシーです。コウゴも飯田のね、うまいリードについていけるようになってきましたよね、はい、そして飯田がですね、このリーダーシップを取ってるものとも、また頼もしいですね。そうですね、おお、ダブルの脳天空竹割り、そこに天崎が来る、おまさか、おお、DDT ダブルで打っていきました。なかなかの角度で今落としていきましたね山崎。今度はクイーンズクエストのターンに突入です。ピタリと動きが止まったスターズに対してサンドイッチを狙うが、大江戸隊が足を引っ張っていきます。文字通り足を引っ張っていきました。このチャンスを狙っていましたかね。そうですね、このリング上リング下と、使い方大江戸隊にかなうチームはないですからね。ないと思います。さあ仕留めにかかるか、ファイヤーマンズキャリー、これを嫌がる交互、足を払って、おさあそのままラ・マヒストラル、おお危なかったトーラ、なかなかいい固め方をしますね交互。そうですね、いいです。さあここから交互続けていかないといけないですね。今トーラ夏子もヒヤリとしたでしょう。いくぞ。さあだが、おおおおうわー強い、力ありますねトーラ、この辺は強い。こういうことができるということは、足の調子もねもう万全なんでしょうね。そして改めてガッチリ固めて、トーラナツコ貫禄の勝利です。これはさすがに返せませんね。4分31秒、息一つ乱れてないですよ。ちょっとですね、もうちょっとウォーミングアップでこれからもう1試合というようなね、そんな表情ですね。そうですね、安定度が違いました。トーラナツコ選手の勝利でございます。スターズのクイーンズクエストもいいシーンは作ったんですが、最後大江戸さんにがっちり持っていかれたという、そんな感じでしょうか。その辺が今ブルーゴテスで首位を保っている敵チームの力の見せ所だったんじゃないでしょうかね。4勝のうちの2敗はマイキメと
FWC から取ってますからね。そうですね、ここもまたすごいですよね、はい、悔しい敗戦となってしまいました。スターズ今日はチームリーダーとして後方を引っ張っていた飯田沙耶が敗れた後方をしっかりと解放していきます。 11.19 スターダムのエディオンアリーナ大阪大会、スターダムゴールドラッシュ2022量産スターダム本戦の前のこの第0試合3ウェイタッグバトル。